内田さん。はーい。皆さんお待ちかね、賃貸の先の物件紹介の時間だよ。本日は奈良市大宮町でございます。3LDK の賃貸マンションのご紹介です。まずこちらがですね、広々とした、LDK となっております。こちらがキッチンとなっております。キッチンはですね、このようなオープンタイプとなっておりまして、調理スペースですね、このように左右にございますし、二口コンロもついておりますし、上下にきっちりと収納もあるので、非常に使いやすいキッチンとなっております。それではですね、奥の和室のご案内をさせていただきます。ちょっと覗いてみましょう。広っ！いや、マジで！というぐらいの、かなり大きな二間続きの和室となっております。奥が6畳、手前が8畳となっております。その他にもですね、このように、タンスを置くスペースですね、少し板の間の部分があったり、こちらですね、このように床の間として使っていただける部分があるので、非常にですね、実際の面積よりもかなり広く感じる二間続きの和室となっております。収納の方もですね、まずこちらに1軒の収納があります。そしてこちらの、奥の和室6畳の方にもこのように1軒の収納がございます。こちらのですね、奥の和室の方にもこのようにですね、およそ1畳分くらいの板の間のスペースがありますので、非常にですね、上水以上に非常に大きく感じる、二間続きとなっております。それではですね、こちらの洋室のご案内です。こちらです。はい、こちらが一番奥のおよそ4畳半の洋室となっております。こちらはですね、ベッドとか置いていただいて寝室として使っていただくのもいいですし、お子様の子供部屋として使っていただくのもいいです。こちらの収納はこのように半減の収納があります。奥行きもしっかりございますので、十分使っていただける収納となっております。それでは水回りのご紹介です。こちらが、まず洗面所となっております。洗面台はですね、人気のシャワータイプがついています。女性の方に大人気の設備ですね。洗面所の奥がこのように室内の洗濯機置き場となっております。やっぱり室内に洗濯機を置けるというのはいいですよね。それでは奥の、お風呂です。はい、お風呂もこのように、白を基調とした非常に清潔感あふれるお風呂となっております。もちろんシャワーもついてますので、一日の疲れしっかり癒していただくことができます。で、最後大きな玄関のご紹介です。はい、こちらが玄関となっております。かなり幅も広いですし、下駄箱もしっかりとついております。はい、それではですね、奈良市大宮町にございます 3LDK の賃貸マンションのご紹介の方は終了させていただきます。詳しい条件等は奈良のおもてなし奈良心賃貸のまさきホームページをご参照ください。ご覧いただきましてありがとうございました。